はございます。モークさん、おはようございます。ハレリア7月17日朝の電動放送です。まゆちゃん、おはようございます。今日も、曇りですが涼しいです。本当に7月とは思えないほど涼しいです。太陽さん、ハレリア、快適ですね。まあその雨も降りますけども、しかし、非常に避暑地に来てるみたいなね。ゆうさん、おはようございます。コンプトさん、おはようございます。東京にいながら何か避暑地に来てるような感じです。非常に、いいですね。納豆さん、おはようございます。新海さん、このまま秋になれば、そうですね。アンリビさん、このまま秋になれば最高の夏ですが、まあちょっとは夏を感じたいと思いますけど。トモさん、ハレリア。でもまあそろそろね、今週末ぐらいでしょうかね、わかりませんが、梅雨が明けるのはいつぐらいかわかりません。まあ嬉しいことに明日から、チャーシースクールは夏休みですね。明日から夏休みです。ですから非常にまあ、ウキウキしております。夏休みが始まります。アラソラさん、おはようございます。ハンナさん、おはようございます。ヒットさん、ハレリア。ここはですね、あのキノコ公園なんですね。以前大きいキノコだったんですけど、今またニョキニョキと、これキノコなんですね。キノコちょっと気持ち悪いですけど、これキノコですね。あとですね、こういう赤いキノコも出てますね。これもキノコなんですね。この赤いですけど、ちょっと毒毒しい、多分、毒キノコだと思うんですが、この公園は毒公園じゃない、キノコ公園、キノコ公園ですね。まあキノコもですね、あの可愛いキノコもありますが、多くのキノコはなんかちょっと毒々しい感じがしますね。はい、やっぱりあの何でしょうかね、毒があるよっていうことを教えてるのではないかなと思います。今日のタイトルは、苦難の時あなたは愛されている。苦難の時あなたは愛されているというタイトルです。どうして人生にですね、いろいろ苦難や、いろいろな災いがあるんでしょうか。どうして社会はですね、いろんな問題を抱えているんでしょうか。アンディビさん、今苦難なのでありがたいです。モンカさん、キノコたくさん生えてるんですね。赤いキノコは食べちゃいけない感じがします。そうですね、やはり神様はですね、食べていいキノコと食べていけないキノコ、それは神様がこの世の中でも、ね、良いことと危ないことがあるんだよ、食べてはいけないこと、食べていいものがあるんだよ、神様はいろんなことを通して真理を教えようとしています。ルルさん、おはようございます。世の中で罠がたくさんあります。いろんな罠がたくさんあります。もう本当に毒キノコだらけです。この世の中は毒キノコ社会です。もう毒キノコがたくさんあります。よく見ないと間違えて、食べられるキノコだと思って食べたら毒キノコだったということがよくあります。よく見分けなければいけません。それは世の中もいろんな、してはいけないことがたくさんあるんですね。してはいけないことがたくさんあります。多くの人はそれを知らないで、毒キノコだということを知らないで食べてしまいます。偶像崇拝も不貧困も、ね、あらゆることが毒キノコなんですね。
毒キノコ、ね、食べると、中毒を起こします。はるきさん、神様はどうして食べてはいけないものを作っているのですか。ですから、世の中に、毒キノコのようなことがたくさんあるんだよ、危ないことがたくさんあるんだよ、サタンの罠がたくさんあるんだよと、いうことを教えるわけですね。じゃあ皆さん、天国大学テスト天国大学だということを時々忘れちゃうんですが、天国大学テストですね。皆さん、世の中の毒キノコは何でしょうか。食べてはいけない毒キノコ、ね、サタンの罠。はい、じゃあ皆さんリストアップしてください。世の中の毒キノコは何ですか。スタート。どんな毒キノコがありますか。偶像崇拝、音楽、ゲーム、誤った伝道、パチンコ、嘘、ギャンブルは本当に、ギャンブルは毒キノコですね。ギャンブルは毒キノコ。私私が毒キノコ、ピンサロ、風俗、毒キノコですね。毒キノコ、パチンコも毒キノコですね。パチンコ、麻薬、いや本当にですね、麻薬はまさに毒キノコですね。もうあの毒キノコの中にね、あの幻覚症状が出る毒キノコがあります。まさに、麻薬は毒キノコですね。まあ、布団は毒キノコとは言えるかどうか分かりません。お酒、タバコ、もう典型的な毒キノコ、典型的な毒キノコ、お酒、タバコですね。風俗は毒キノコですよ、風俗はね。はい、もうおおよそ皆さんは何が毒キノコかということが分かってきました。それを避けることは良いことです、ね、そして本当に食べられるキノコがあります。食べられるキノコ、栄養になるキノコ、イエス様の御言葉は、霊的な糧です。私たちはその本当に、毒ではない、栄養になるものを求めることが必要です。皆さんはこの放送でまさにその霊的な糧、霊的な食べ物、霊的なキノコを食べています。皆さんは、この真理を学び、霊的な成長のために皆さんは御言葉を求めています。皆さんのその植え替わきがとても大事です。皆さんが一日一日成長してます。キノコ早いですよ。キノコですね、あの本当に雨が降るとニョキッと、一日でニョキッとこう出るんですよね。すごいこう成長が早いんですね。成長が早くてニョキッと、この辺わかりますか？なんかこの辺、なんかこう、地面からニョキッと出てる感じがしますけど、たった、一晩で、
晩でニョキッとキノコが出ます、ね、皆さんも熱心であれば、熱心であれば皆さんの信仰が、成長が早いのです。皆さんの熱心さ、皆さんの植え替わきが、皆さんの成長を促します。ですからぜひ皆さん、ますます成長して、皆さん霊的に成長しましょう。そうすればいろいろな、苦難を乗り越えることができます。サタンの罠を避け、サタンの騙しに騙されないで。皆さん、例えばですね、オレオレ詐欺ってありますよね。オレオレ詐欺、老人が騙されちゃうんですが、ある老人はね、よくわからないで騙されちゃうわけです。でもある老人はよく学んでですね、どういう感じで電話が来るのか、どういう感じで騙されるのかということを学んだ老人はですね、まんまと、オレオレ詐欺に騙されないで、逆にですね、犯人をおびき寄せて、警察とともに待ち伏せをして、その犯人を捕まえるほどの老人もいます。悪魔もですね、皆さんを、オレオレ詐欺でね、オレオレ詐欺で皆さんの人生を盗もうとしています。皆さんの、人生、皆さんの心を盗もうとしています。ですから私たちは、そういう、世の中はね、世の中はそういうサタンの、罠、サタンの詐欺、ね、サタン詐欺ね。キュウちゃん、オレオレ詐欺に遭ったことありますか？あのね、よくね、オレオレ詐欺じゃないんですけどね、皆さんも知ってると思います、ね、メールで何千万ドルの遺産があるので、それを運んでくれないかとかいうメールありませんか？もうしょっちゅう来ますよね。もうなんかもう何年も10年以上続いてるんじゃないかな。どうして同じ詐欺があるかどうか分かんないんですけど、英語で来るんですよね。英語でね、何千万ドルの遺産があって、それを運ばなきゃいけないので手伝ってくれという、そういう詐欺まだありますよ。ネットの中にネット詐欺たくさんあります。ですから皆さん、ネット詐欺がある、オレオレ詐欺があるというのはですね、まさにサタンが、人々を騙そうとしていることの、なんていう、一つの形ですね。皆さんの人生は本当に、目を覚ましてサタンに騙されないで歩まなければいけません。つまりそれはまさに霊的戦いなんです。霊的戦いというのはサタンとの戦いです。騙されないで、騙されないで、雨降ってきたかな、ちょっと雨降ってきましたね。ちょっとこう木に寄りかかって、サタンに騙されないで歩む。サタンに騙されないで歩む。それがですね、霊的戦いに勝利するということです。多くの人は騙されているんです、ね、多くの人は騙されています。問題は多くの人がですね、その悪魔に騙されているということに気づかないことが問題です。多くの人はね、自分は騙されてない、悪魔なんかに騙されてないと思ってることが問題なんですね。ですから皆さん、ここの放送来てる方はもう見えてきましたよね。はい、まゆみさん、おはようございます。
これはプラチナではありません。皆さんは、サタンの騙しというのを学んできて、ね、今言ったように、その罠がどういうものかということが分かってきましたよね。ぜひ皆さん、その霊的戦いというのは、再臨まで続きます。イエス様の再臨まで、また私たちが死ぬまで、生涯、霊的戦いが続きます。私たちは、サタンに騙されないように身を慎んで、目を覚まして祈っていなさいとイエス様はおっしゃいました。目を覚まして祈っていなさい。クリスチャンでもですね、熱心に祈って、熱心に霊的に歩まないと騙されてしまうということです。もう信仰を失ったこと自体、失うならば、もう信仰を失ったこと自体がもうすでに敗北なんですね。信仰を、熱心に信仰を持ってこそ、熱心に信仰を持ってこそ勝利なんです。門下さん、タバコ、お酒、麻薬、ギャンブル、死ねば楽になる、自殺など、悪魔の誘惑だと分かってきました。まゆみさん、はい、頑張ります。ゴンタさん、なぜ人はミスをするのですか。私たちは弱くて、弱く作られました。そして不完全に作られました。もう本当に失敗をしやすい存在です。しかしそれはイエス様が必要だということを教えられるためなんですね。聖書を今今度読んどくね。はい、読んでくださいね。はい、キッドタンさん、ありがとうございます。私たちは自分の力ではやっていけないんだ。イエス様を必要としているんだ。そのために私たちは弱く、罪を犯しやすく、いろんな試練があります。私たちの試練は無意味なものではなく、私たちは試練の時にイエス様に叫び、そしてイエス様が答えてくださる。イエス様が本当に愛してくださっているということを私たちは知るために弱さがあり、試練があります。ですから試練を誇りなさい、試練を誇りなさいというのは、私たちは、その試練の時、試練の時こそイエス様の名前を呼びやすいです。困った時の神頼みという言葉が日本にはあります。私たちは、困らないと、ね、困らないと、祈らないかもしれません。神様は私たちの失敗、弱さの中で、神様を、イエス様を呼んでほしいのです。イエス様の名を呼ぶと、救われます。イエス様の名を呼ぶと助けられます。祈りが叶えられます。その時私たちは、イエス様に愛されている。どんな状況でも、どんな状況でも、私たちが失敗しても、罪を犯しても、どんな時でもイエス様は変わらず愛してくださって、私たちを愛して、私たちを見守ってくれているということを知るために、私たちは、試練の中に、あるのです。私たちの試練はそういうものです。キュウちゃんは毎日何時起きますか。一応4時ですね。一応4時に寝て9時に寝ます。あ、9時に寝て4時に起きますね。4時に寝て4時に起きて9時に寝ます。雨降ってきましたね。どうしましょう。雨降ってきました。
アンナさん、困った時、迷った時にお力を貸してくださいってお祈りしました。アメン、アメン、素晴らしい。そうです。私たちはですね、いろいろ試練の時に、ね、どうしよう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 と、思います。ああ困った、ああ困ったと思います。イエス様は心配してはいけない、恐れてはいけない、ね、心を騒がさないでいいとおっしゃいます。私たちは、いろんな状況の時に、自分の思いで心配します。でも全知全能のイエス様が働いて、全てを益としていろいろな状況から救ってくださるという経験を私たちはしています。むしろ試練の時こそ イエス様が愛してくれて、試練の時こそ本当に私たちは愛されて、いろんな苦難から守られる。皆さんもぜひ体験してください。また体験した方もたくさんいるでしょう。私たちが、イエス様に大きな愛で愛されているということを私たちは知る必要があります。イエス様は、皆さんを愛しています。そして愛しているということをいろんな経験の中で、失敗や苦難の中でイエス様の愛が本当に大きいということを皆さんが体験してほしいのです。門下さん、苦難の中渦中にいる時こそイエス様がそばにいて見守ってくださっていることを感じます。苦難の時心を騒いでしまいますが、イエス様に祈ると平安を感じます。苦難の渦中、にいる時こそイエス様はそばにいてくれます。それを体験したことは素晴らしいです。ぜひ多くの方は今、苦しい状況の方が多いと思います。ぜひ、その苦しい時こそイエス様がそばにいて愛してくれていることを信じましょう。そして、率直にイエス様助けて、イエス様助けてと言ってください。イエス様は、速やかに助けてくださいます、ね。イエス様は速やかに、その困難から救ってくださいます。その時皆さんはイエス様の愛を感じます。皆さんが祈りが叶えられる時、祈りが叶えられる時に、イエス様の愛を感じます。はい、それでは証タイム行きましょう。証タイム、苦しい時祈って、小月さん、おはようございます。苦しい時祈って、イエス様に助けられて、イエス様の愛を感じた証、イエス様に叫んで助けられて、イエス様の愛が、変わらない愛だということが分かった証、無条件の愛、どんな状況でもイエス様が愛してくれることが分かった証、スタート。ジゼルさん、おはようございます。
イエス様を信じて覚醒剤やめれました。わあ、すごいですね。覚醒剤やめれました。モーカさん、苦しい時こそイエス様助けてと祈ると助けていただいたことが何度もあります。こんな私でも愛してくださるイエス様に感謝しきりです。アメン。何度も何度も助けられた経験があるわけですね。素晴らしい。はるきさん、父の末期がんも神様は救ってくださるのでしょうか。ぜひ、祈ってくださいね。ぜひ、お父さんの救いと癒しを祈ってください。ゆうさん、10年間会えず、もう一生諦めていた我が子に会えるようになったとき、本当に神様の愛を感じました。そうですね、10年間離れていたお子さんと会えた。わあ、もうそれは神様の愛ですね。神様の愛です。本当に素晴らしい経験です。ぜひそのことを忘れないで、いつも覚えて感謝しましょう。私たちは神の愛を体験するために、それを忘れないで、いつもそれを感謝しましょう。神の愛に感謝して、恵みを数えよとありますね。恵みを数えよ。私たちはイエス様のしてくださった恵みを数えて、いつも感謝することが大事です。決してイエス様の愛を忘れてはいけません。イエス様の愛を忘れないで、いつも感謝しましょう。そうするならば、もっともっと、素晴らしいことが起きてきます。クリスチャンはタバコ吸ってもいいんですか？タバコ吸ってる方にすぐやめなさいと言っても、やめれないでしょう。イエス様を信じるならば、ね、イエス様を信じて油注ぎを受けてくると、自然とタバコをやめたくなります。タバコに頼るのではなく、イエス様に頼るならば、タバコはいらなくなるんですね。ぜひ、タバコは、吸わないようにしましょう。野沢さん、おはようございます。毒キノコですね。毒キノコを気をつけましょう。イエス様を信じたら虫歯が治りますか？祈ってですね、虫歯が治ったという証がありますね。祈ったら金歯がこうついてたという証があります。でも、病気もそうですけど、特にそういう医療が受けれない国、医者にかかれない人たちが癒されますね。日本の場合はですね、医者に行って治る病気もありますから、虫歯はですね、日本の場合は、保険で虫歯治せますので、痛いので、ね、どうしても歯が痛くて、ね、寝れないとか、そういう時は祈ってください。カズさん、クリスチャンですがタバコを吸ってます。カズさん、ぜひですね、油注ぎを受けてください。油注ぎを受けて、タバコという、ね、依存、ニコチン依存かな、ニコチン依存、ニコチン中毒から解放されますので、ぜひ、イエス様により頼んでくださいね。タバコの安らぎではなく、聖霊様の安らぎ、聖霊様の安らぎを求めてください。彦さん、私はイエス様に頼ま、
頼まなくても賭博をやめれました。まあそういう人は素晴らしいと思いますね。でも自分の力じゃやめれない人もたくさんいます。ヒットさん、イエス様は貧富の差なく誰にでも平等ですか？イエス様は誰にでも平等です。イエス様はエコひいきがありません。すべての人を愛しています。イエス様はすべての人を愛してますよ。ですから、私は愛してくれないんじゃないか、私はもう罪深いからダメじゃないかと思わないでください。イエス様はすべての人を愛しています。福音派はタバコもお酒も OK ですが、本当ですか？宗派によって異なりますか？違いますね。宗派によって違います。宗派によって考え方が違います。眠いのも愛されているの、イエス様は眠いのさんを愛してますよ。イエス様は眠いのさんのためにも十字架にかかって死んでくれました。命を捨てるほどに、命を捨てるほどに皆さんは愛されています。ですから皆さん、ぜひその愛を知るために、神の愛を知るために祈ってください。祈るときに皆さんがイエス様に感謝したり、皆さんがイエス様に祈るときに愛を感じます。愛を感じます。彦さん、イエス様を信仰しなくても愛してくれますか？イエス様は愛してますよ。でも信じないと受け取れないんですね。イエス様は彦さんのことを愛してますが、信じないとそれを、その愛をですね、自分で拒絶しているような感じですね。せっかく愛されてるならばね、信じるというのは、ね、その愛を受け取るということです。だから信仰しなくても愛してくれますかではなくて、信仰しないとせっかく愛してくれてるのに愛を受け取れないということなんですね。そういうわけですから、ぜひ皆さん、私たちは、あらゆる出来事、あらゆる問題はイエス様の愛を知るためなんですね。イエス様の愛を知るための人生、私たちの人生は何のための人生ですか？いろんな言い方があります。今日のタイトルからすると、私たちの人生はイエス様の大きな愛を感じるため、大きな愛を知るため、私たちが本当にどんな時でも、どんな状況でも愛してくれるという、イエス様の、エコ引きのない愛、エコ引きのない愛を感じるための人生。皆さん、人生の意味分かったでしょうか？多くの人は生きる目的が分からないと言います。生きている目的が分からないと言います。皆さんは知りましたね。皆さん、生きる目的は、イエス様の愛を知るためだということです。大きな愛で、深い愛で、どんなことがあっても、愛してくれる愛、どんなことでもイエス様を愛しているという愛を知るためなんです。その神の愛を知るためには、イエス様を信じて、その愛を受け取る必要があります。拒絶するならば愛が伝わりません。プレゼントを拒絶したらプレゼントは手に入ることはできません。受け取って初めてプレゼントが手に入ります。神の愛もイエス様を信じて、イエス様を信じると神の愛を受け取ることができます。アイスティーさん、神の愛がない人生は意味がないと分かりました。神の愛がない人生は意味がないと分かりました。アメン。そうなんです。そうなんです。神の愛がない人生は、ね、もう、味気ない人生、意味のない人生、楽しくない人生なんです。神の愛があってこそ、神の愛があってこそ、
人生は素晴らしくなるのです。生きる意味が出てくるのです。ハルキさん、神様のために生きたいです。その通りです。素晴らしい。神様のために生きたい、神様のために生きたい、素晴らしいです。それこそ、生きる目的です。生きる目的です。ジレノさん、やはり日本は韓国の輸出規制をやめるべきでしょうか。私はやめた方がいいと思いますね。私たちは隣国を愛さなければなりません。隣国と争うことはかえってお互いのために害です。私たちは、韓国を許し、韓国に愛を示すことによって和解ができるでしょう。神の愛が必要なんです。韓国と和解するために、神の愛が必要です。キューちゃんも愛されてるよ。ありがとうございます。ありがとうございます。神の愛をどうしたらいただけるんでしょうか。いい質問です。いい質問です。そうですね、まずイエス様がハルキさんを愛しているということを信じることですね。そしてイエス様に、私が神の愛で満たしてください、神の愛で満たしてくださいと祈ってください。そして、油注ぎが必要です、ね。信仰が必要です。祈りが必要です。ハルキさんが信仰熱心になって、熱心にもうイエス様を一番にして、イエス様を一番にして熱心な信仰になれば、神の愛が満ちてきます。神の愛が満ちてきます。神の愛に満ちてこそ人生なんですね。神の愛があってこその人生です。楽しい人生、毎日が楽しくなります。皆さん、正直毎日が辛いんじゃないでしょうか、ね。皆さんの人生は毎日が辛いと思いますが、それは、神の愛の欠如と言えるでしょう。皆さんが神の愛で生きるならば、神の愛をで生きるならば、満たされるなら、毎日が楽しくなります。生きてることが楽しくなります。ネムイヌさん、毎日がスラタン、スラタン、輸出したものが危ない国に横流しされても規制しない方がいいですか。まあそこのところはですね、私ちょっと無責任には発言できませんが、そこのところは神様の知恵が必要かもしれません。大事なのはでも韓国に愛を示すことですね。韓国に愛を示すことが大事だということです。キットさん、私はねオリンピック反対派なんですね。オリンピック反対派、それはイエス様と関係ないお祭りですね。イエス様と関係ないお祭り、それはギリシャ神話の、オリンピア、ギリシャ神話から来た聖火に基づく祭典ですから、まあ、偶像崇拝と言えるでしょう。オリンピックは偶像崇拝と言えます。もちろん、そのオリンピックの時に伝道する人たちもいますから、そのオリンピックに伝道するということはいいことだと思いますが、オリンピックをその楽しむとか、自分の国を応援するとか、その金メダルを誇るとか、それはやはりプライドではないかと思うんですね。個人のプライド、国のプライド、やはりそれは偶像崇拝です。イエス様を誇るならそれはいいことです。イエス様を誇るならいいんですけど、金メダリストを誇る、そのメダル、金メダルを取った国が誇る、それは良くないと思いますね。はい、それでは招きをしましょう。今日の放送を聞いて、そうか、苦難の時でも愛されてるんだ、人生は、イエス様に、イエス様の愛を見つけて、
イエス様に愛されていることを知るための人生だったんだ。今まで何のための苦しみなのか、何のための、悩みだということが分からなかった。意味のない苦しみだった。意味のない悩みだった。しかしイエス様の愛を知るための悩みであり、イエス様の愛を愛されていることを知るための苦難だったんだ。これからはイエス様の愛を知ろう、見つけよう。イエス様が愛してくれていることを見つけよう。苦難の時に祈って、苦難の時に祈ってイエス様の道からを感じよう。イエス様の愛を感じよう。そのように思う方、アメンと言ってください。アメン、アメン。苦難の時イエス様の愛を感じたい方、苦難の時イエス様に、イエス様のに祈って愛を感じたい方、アメン。春樹さん、私たちの勝利はイエス様の勝利です。十字架の勝利です。オリンピックの勝利は個人の勝利であり国の勝利です。私たちは、イエス様の勝利が本当の勝利ですね。イエス様の勝利が本当の勝利です。天の父様、感謝します。私たちはあなたの愛を知らずに苦しんでました。あなたが私たちを愛していることを知らずに一人で苦しんでました。しかし私たちは知ることが許されました。あなたがどんな時でもそばに、あなたが私たちを愛してくれていることが分かりました。主よ、今アーメンと言った方々があなたの愛を深く知ることができますように、どんな時でも、どんな時でもイエス様がそばにいて、イエス様が見守ってくださって助けてくれることを知ることができますように、信じることができますように、体験することができますように、そしてイエス様の愛の中に生きることができますように。どうぞイエス様、彼らが、毒キノコに気をつけて、あらゆるサタンの罠にはまることがないように彼らを守ってください。彼らを助けてください。そして愛の、神の愛の人生、神の愛の人生を送ることができますように、素晴らしい人生、楽しい人生、希望のある人生を送ることができますように、そして証し人になりますように、多くの人の証し人になりますように、イエス様の御名によってお祈りします。アーメン、アーメン、アーメン、アーメン。はい、ありがとうございました。それではまた夜7時にお会いしましょうね。素晴らしい一日を、神の愛を感じる一日、神の愛を求める一日としてください。それでは夜7時にシャローム、シャローム、シャローム、シャローム。